ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲです。今回はですね、ちょっと変わったクラブがあったんで、志田健翔に持ち込みました。こちらゼクシオの U7、ロフトが25度。これですね、まあ多分間違いないと思うんですけど、これレディースだと思うんですよね。確かメンズでね、これなかったと思うんだけど。でこのヘッドにダイナミックゴールドの S200、 これを楽なヘッドでしっかりシャフト、これをね5番ユンぐらいか、これを打ってみたいと思います。多分球はスコーンと上がるし楽だと思うんだけど、あー少し楽に、あ、重い、あ、こんなの使ってたんだな。ダフト、なるほど、そうやって打っちゃダメなんだ。70ぐらい打ててればね、ロフト25度だからまあ良さそうなもんだけど、きっとはアイアンとのつながり考えてこのシャフトにしたんでしょうね。いやこれはさ、まあでもピョンってこう体でピョンとやる人にはいいんだろうね。やらないですよ、気がしちゃうから。でも体でピョンってやんないとね、いい球にならないんだわ。重さでやろうと思ったら全然、それこそあのゴルフパートナーでよくおじさんたちが言う体が止まって左行っちゃったってやつだね。一発限定でしみじみ打ってみようか。ああそれでも左行く、一発が持っちゃう。ああ、この右です。あ、やだ、背中痛くなってきた。今ので176ヤード。あ、ダメだね、重いよ。どうやって打っちゃうんだこれ。普通に行きますか、軽く。まあ、癖があんまり上げないで。よいしょ。まだ尺が4分も回ってないじゃん。だからもう疲れた。もういい、終わりにします。S200 とか使ってたんだけどな。ほんとダメだね。まだダメでいいや、もう。やっぱね、これなんですよ。これが、こういうの一生懸命使ってると、練習からこんな汗だくで疲れちゃうと。体に良くないと。だもんね、長くやれるわけないんですよ。これで一生懸命練習したら、どんどん体に疲労が蓄積。体、疲れる。ね、だじゃあわざわざそのためにストレッチして筋トレしてなんてやるかって言ったら、そうそうできないじゃないですか。だったらクラブ優しいのに楽なのにしようよっていうところなんです、本当に。いやー難しい、ね、これが重いクラブの実態です。全然わざとじゃないです、本当に疲れた。というわけでございます。ありがとうございました。